実は、ピアノ、やめました。僕フォルテ。おはようございます、マッチョ。フォルテです。本日は、実はピアノ、やめました。というお話について、話していきたいなと思います。やめた時期についてお話しすると、僕はね、3歳からピアノを習っていたんですけども、そっからほぼ毎週、ピアノのレッスン、ちっちゃい時から毎日ピアノ練習、まあ、約8時間ぐらいはやってたと思います。フォルテマザーに付きっきりで常にピアノの練習をしてました。横からこうでちゃちゃ入れられながら、あーとか言いながら泣きながらたくさん練習してました。僕は小学校の時に、まあ友達とかとは遊んでたんですけども、まあ、やっぱピアノがメインだったので、スポーツとかはやらせてもらえなかったんです。ピアノをより弾くために勉強以外のことに割く時間っていうのはやっぱあまり設けられないような人生設計でしたですが、やはり僕かなりアウトドアというか、まあ、かなり外で遊ぶのが大好きで、野球とかがすっごい好きでした。まあ、僕の目の前が結構公園で、結構野球の練習とかみんなしてて、まあ、僕もそこでね飛び入り参加とかしてたのですが、やっぱりずっと野球がやりたくて、小学校5年生ぐらいの時に、もう本当にもうフォルテマザーに大お願い、お願いします、ピアノをやめさせてくださいとまでは言わないけども、お願いします、野球をやらせてくださいっていう形で、まあ野球はちょっとねものすごい練習があったのでダメだっていうことで、ソフトボールをやらせてもらえることとなりました。で、フォルテマザーはやっぱりそのソフトボールとか土日が毎回必ず潰れるので、やっぱもうピアノのレッスンっていうのは今まで通りできないと判断し、ピアノの先生に習うっていうのを小学校5年生ぐらいの時にやめた記憶がございます。時期についてはねちょっと詳しくは忘れたんですけども、1年ぐらいは、毎週のピアノの先生とかには行かず、まあ時々、先生に見てもらってたっていうぐらいで、本当にあまりピアノをしていませんでした。ですが、なぜそれほどまで僕がそのピアノをやめたかったのかについて話させていただきます。まず、まあ僕の中でピアノっていうのはもう生活の一部で育ってきました。3歳から毎日ピアノを弾いてると、やっぱりね、ピアノがない生活っていうのがやっぱりありえませんでした。で、ピアノをやめようっていうことも考えたんですけども、やっぱりやめれる環境ではなかったんですよ。で、特に、まあ、フォルテマザーはピアノの先生をしてたし、毎週必ずレッスンがあるっていう状態の中、なかなかピアノをやめるっていう、選択肢がまずありませんでした。僕の人生の中で当たり前だったんですよ、ピアノがあるのが。だけど、小学校とかに入って、まあ友達とかが土日遊びに誘ってくれたりとか、みんなサッカーしてるよとか、野球してるよとかっていう話を、友達から毎日聞いてると、俺も、やっぱスポーツやりてぇスポーツやりてぇ、スポーツやりてぇ、お、頼む、頼む、やらせてください、お母様って言ってね、お願い毎日してました。だけど、やっぱり、もう小学校3年生ぐらいからその気持ちはあったんですけども、どうしてもやっぱダメとなってましたね。で、お願いじゃあ、頼むやらせてくれ、お願いやって言って、ね、泣きまくってもやっぱダメでした。まあそんな感じの毎日を過ごしてたんですけども、やっぱね、もう毎日毎日お願いしてて、これをね、何年間も続けると、小学校5年生ぐらいの時に、やっぱフォルテマザーも、もうしょうがねえかな、みたいな、その、やっぱもうピアノ漬けにするのはやっぱ無理だと気づき出した時に、まあ野球をもう本当にしぶしぶ、ソフトボールっていう形で OK をもらいました。まあそこからの僕の活躍は半端なかったですね。もうソフトボールでもう速攻4番キャッチャー、そしてサードも時にはし、ものすごい重役を任されてました。まあすごいできたんですね、ソフトボールがピアノよりも。ということで、すごい、ちゃんとしたレギュラーの枠とかもらして、バンバンやってて、で、フォルテマザーも、まあ、楽しく見てたんですけども、やっぱこうなってくると、どんどんピアノを弾かなくなります。な、コンクールには出てた記憶はあるんですけども、練習をしたという記憶が、ほぼないです。
もう小学校の5年生ぐらいからは、ほとんどピアノを弾かずに勉強とソフトボールをやってました。で、まあ僕の中での弾かないっていうのが本当にもう1日30分ぐらいの可能性がございます。僕の中でそれを弾かないっていうね、認識です。まあいつも毎日何時間も弾いてた僕からするとやっぱ弾いてないってことになります。そしてフォルテマザーもやっぱものすごいピアノを弾いてもっと上手になってほしいっていう気持ちもあったので、多分フォルテマザーの認識も弾いてない。そしてピアノのレッスンもほぼ行ってなかった。ってなると、やっぱもう僕の中ではその時期っていうのはピアノをやめてたっていう認識になります。まあそうですね。もう第一線を目指してピアノをめちゃくちゃ頑張ってたのに、やっぱ急にやらなくなったらほぼやめたというか、もうほぼなんか続けてる。ほぼ練習をしなかったという形になるので、やめてました、はっきり言ってね。で、まあそのぐらいの時期ぐらいから、やっぱそのどうしてもピアノ以外のことにも興味がどんどん出てきて、一回やると楽しいんですよ。友達と野球やるのすごく楽しくて。で、やっぱどんどんピアノとは、その、無縁の生活になってました。やめないけど、他のことに没頭する。まあ、釣りとか、柔道とか、もう本当にいろんなことに没頭してしまいました。では、なぜ、そこまでピアノを続けたくなかったのかについて、今の僕から考えてみると、やっぱ他を知らなすぎたっていうのは結構な原因にあるんじゃないかなと思います。っていうのも、やっぱね、ピアノしかやってこなかったっていうのは、僕には他の能力は何があるのかっていうのを知らないわけなんですよ。だけど、友達とかで野球とかスポーツをした時には、すごい打てたりとか、友達からすごいセンスあるけど絶対入った方がええよとか、言われたりとかした時には、やっぱどうしても、そっちをやってみたくなるんです。だけど、ダメと言われると、余計やりたくなるんですよね。まあ、それもあって、ピアノが多分嫌いではなかったんだけど、より好きなものを見つけてしまったというか、自分がもっと輝けるというか、もっと熱くなれるものを、見つけたという認識が多分小さい時の僕にあったので、その、野球とか、まあ、ピアノ以外のことに没頭してしまったのではないかなと、今のこの僕が考えた結果そうなります。もちろん、ピアノ嫌いだったら、続いてなかったと思うんですよ。やっぱ今考えてみるとね。ずっと嫌いだと思ってたんですけども、やっぱり、本当に嫌いな人はまず、通おうともしないし、絶対やれと言われたら、もう本当に拒絶すると思うんですよ。まあ、例えばね、虫とかも僕嫌いなんで、虫を、例えば触ってとか言ったら、もうほんま無理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 ってなるんだけど、ピアノにはそれはならなかったと。歯磨きするのと同じぐらいの生活になってたので、まず嫌いという認識はなかったと思うんですよ。ただ単にめんどくさい、練習が。まあ、それもあって、余計他のことがやりたくないなって、ピアノをやめてたので、保護者様とかでピアノを習わせてる。で、子供がやっぱピアノやりたくないっていう、なんでピアノやりたくないのかと、きちんと原因を聞いてもらいたいなと思ったので、もし、そのピアノがやりたくないって思ってる、その子供さんが、この動画を見てくれたら少しでも気持ちが楽になるんじゃないかなと思ってこの動画を撮ってみました。まあ僕は全くもうピアノしなくなったわけではないけど、ほぼしてなかった。本当に。もう毎週、ピアノの先生に中学校の時とかは、毎週ピアノのレッスンは行ってたんですけども、そこで練習するみたいな。週に1時間だけそこで練習するとか、そんな生活をしてました。で、結局、ピアノをやめたっていう期間は、僕の認識の限りでは、小学校5年生、小学校6年生、中学校1年生、2年生ぐらいは、ほぼピアノを触っていませんでした。やっぱね、部活動っていうのが柔道部だったので、中学校の時はね、ものすごく激しくハードにトレーニングをしてたので、やっぱピアノはやっぱ強制的にというか、自然とやらなくなりました。そして中学校に入ると定期テストもあったので勉強もしないといけなかったので、やっぱね、もう本当に本当にピアノから遠のく生活となってましたけど、一切弾かないっていうのはなかったですね。時々合唱の伴奏をやったりとか、本当にやめない程度。だけど、今までの第一線でピアノ頑張ってたから比べて本当にやめたに近いようなものです。はっきり言ってピアノが上達するような練習はしていませんでした。
本当に合唱曲を弾けるぐらいの練習とか、もう本当に上達するんじゃなくて、もう本当にもう全く弾けなくならないようにするためだけに今考えて練習してたんだなと思いました。というわけですので、まあ本当になぜやめたいとか、なぜ練習ができないとか、すべてにおいては必ず原因があるので、まあそこをきちんと多分聞いてあげたら、少しでも、そのお子さんが本当にやりたいことだったりとか、まあね、ピアノをやりたくないんじゃなくて、ピアノを練習するのがめんどくさいっていうパターンがほとんどですので、その原因を、なんでめんどくさいのかと、そこまで全て聞いてあげて、もっともっとピアノに魅力があると、僕も最近気づいてきたので、最近って言ってもここ数年ですけどね、そうやって気づいてきて今こうやって楽しくピアノを弾いてるので、必ずそういう時が来ると思うので、皆さん一緒に頑張ってもらえたらなと思います。というわけで、まあこんな感じで、僕の人生について軽くお話しさせていただきました。というわけでここまで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。Twitter、インスタもやってますのでぜひチェックお願いしまっちょ。というわけで、バイバイ。僕らもグッドボス設定なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ボスマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。